皆さんこんにちは。本日は我々市民ランナーに適切なインターバル走のやり方、こういったテーマです。本日はみんな大好きインターバル走について、市民ランナーの我々にも根強い人気を誇るトレーニング、そう、それがインターバル。今回はこのインターバルトレーニングで我々市民ランナーにこそ取り組んでほしい内容、これをねお届けしていきます。マラソン強化のためにインターバル走頑張っているけど、もしかしたら全く違う効果になっているかもしれない、こういうケースよくあります。皆様のように忙しい市民ランナーというのは、トレーニングの効率を求めていくというのは非常に大切です。トレーニングの、ね、意味をしっかり理解して適切なトレーニング、これをね行っていきましょう。まずインターバル走の効果と目的について、なんとなくやってるであったりとか、みんなやってるしっていう思いでやってる方も少なくないでしょう。まあ確かにね、効果的なトレーニングではありますし、なんとなくやっても正しく行っていれば効果も見込めます。ただ練習をする上でめちゃくちゃ大切なのは、なぜこのトレーニングを行っているか、このトレーニングには一体どんな効果があるのか、これです。今日行うトレーニングというのは一体何の目的でやっているのか、これを意識して行うことが非常に重要です。ただ闇雲に進められたトレーニングだけを行うと、やってる意味がよく分からずトレーニングを行うことになりますよね。なので強化のポイントが分からなくなります。仮にこれで成長したとしても、なんで成長したかが分からないですよね。つまりは再現性がなくなってしまうんです。これがトレーニングの効果が分かってやるのだと、そのトレーニングを行う目的が明確になります。それはそのトレーニングを行うモチベーションにもつながります。先ほどお伝えした再現性にもつながります。そうなると終わった後の達成感もまた違うものになるでしょう。インターバルも目的を理解して行う、これが非常に大事。前置き長くなりましたが、インターバル走の目的っていうのはスピード強化、そしてジョギングでは得られない効果を得られる、まあジョギングでは得られない負荷ですね、このあたりです。まずスピード強化です。長距離、特にマラソンを主戦場にしている方というのは、インターバル走のペースというのはマラソンペースよりもかなり速いものになりますよね。インターバル走の設定ペースというのはもちろん本数や距離によって変わりますが、マラソンを行う方であれば 5000m や 10000m のレースペースくらいじゃないかなと思います。もちろんね、個人差はあります。インターバル走を行うというのはマラソンのレースペースよりもかなり速いスピードで行うということになります。このマラソンよりも速いスピードのトレーニングを繰り返し行うことによって、マラソンのレースペースというのが楽に感じる、余裕に感じる、つまりは遅く感じるということになります。これはマラソンレース中の脱力につながるんですね。脱力っていうのは体の余分な力が抜けている状態です。まあこれはつまりリラックスできている状態と言ってもいいでしょう。これが体に余分な力が入っている状態、つまり力んでいる状態だと、体がうまく動かなくなったりとか、動きが小さくなったり、そしてすぐにバレてしまったり、これはねどんなスポーツでも共通なのでいいことはありません。元阪神タイガースの守備の達人と言われた鳥谷選手、この鳥谷選手が守備の時に一番意識していたことは、ボールが飛んでくるまでいかにリラックスできるかだそうです。マラソンに限らずどんなスポーツであれ、脱力というのは非常に大事なんですね。インターバル走を行ってレースペースよりも速いペースで走っていれば、気持ちも体もレースペースに対して余裕ができて、そしてこれが脱力につながっていきます。リラックスですね。ただここで注意しておきたいのが、インターバル走のペース設定ですね、これが速すぎるとですよ、これトレーニング中の力みにつながります。そしたらいいトレーニングではなくなりますよね。その力んで走ったフォームっていうのはマラソンペースの再現性がなくなってしまいます。速いペースで追い込みすぎるっていうのもよくありません。終わった後にぶっ倒れるぐらい速いペースや限界ギリギリまで追い込むトレーニングというのは、怪我や力み、ここにつながります。つまりは速いペースといえども、レースペースからかけ離れたペースで行うというのは、何度も言いますがいいトレーニングとは言えません。まあ体感としてはですね、力まないと出ない速いフォームで行うのはやめましょう。2つ目はジョギングでは得られないトレーニング効果が得られるということですね。先ほどもお伝えした通り、インターバル走のペースというのはジョギングよりも1分以上速い方が多いですよね。そしてどんなトレーニングであれ、目的というのは現状よりもレベルアップしていきたい、ここですよね。この現状よりもレベルアップをするには、体に様々な刺激、つまり未体験の刺激を入れてあげることによって、その刺激に対して適応していく、これがレベルアップですね。トレーニングというのは継続的にいろいろな負荷を体に加えていかないといけません。つまりは低強度走、中強度走、そして高強度走というのをバランスよく行って、そして刺激も常に変化させていく、これが大事ですね。これは全てのトレーニングに共通していることですが、インターバル走も例外ではないということです。ジョギングだけで速くなっていた方が、そのジョギングの刺激に慣れてしまうと走力の向上が止まってしまいます。これはジョギングでは体の刺激が得られなくなったということですね。そしてもちろんインターバル走にはですね、 VO2MAX の改善や LT1 の改善、こういった長距離を走るで必要な生理学的な能力ですね、これもね間違いなく向上していきます。その上で今挙げた2点ですね、そんなところも強化できる素晴らしいトレーニングです。このようにですね、インターバル走というのは我々の体にとってもすごくいいことがたくさんあるというのは分かりましたよね。ではですね、ここからは我々市民ランナーがどのようにしてインターバル走を行っていけばいいか、これをね説明していきます。まずこの動画、このチャンネルをご視聴いただいている方は、
マラソンをメインに走っている方が大多数です。マラソンを主戦場にしている方のインターバルという観点で見るとタイムも大事なんですけども、本当に大事なのは距離や本数、そしてレスト時間ですね。例で言うと 400m×15 本から20本、 1000m×8 から10本、 1500m×6 本、 2000m×5 本などです。とても長く、そして本数が多いと感じる方も多いでしょう。しかし僕を含む市民ランナーの方のほとんどの課題っていうのがやっぱりね、筋持久力不足です。多くの方のインターバル走のイメージっていうのが 400×10 本であったり 1000×5 本であったり、これがね王道になっています。もちろんねこのトレーニング間違いじゃありませんよ。そしてこの設定がクリアできたらですね、設定タイムを上げてどんどん速いスピードに合わせていく、こういった方多いですよね。もちろんこのやり方でも強度はどんどん上げていくことができます。しかしトレーニングはタイムだけではありません。ちゃんと量をこなすことも大事なんです。この場合量を走行距離、そして質を設定タイムとしましょう。これ原理原則なんですけども、質ばかり追い求めると量をこなせなくなります。つまり設定タイムだけに目を取られてしまうと、いつまでたっても練習の量、練習のボリュームが確保できなくなるんですね。マラソンの能力を強化する上で筋持久力、そしてスピード持久力の強化は必須です。スピード持久力っていうのはある一定の速度を維持させる能力ですよね。マラソンというのは速く走ることももちろん大事なんですけども、その速度をですね、2時間、3時間、4時間、5時間と維持させていくものだと僕は考えています。つまり僕は持続させるスポーツという観点で見てるんですね。この持続継続には忍耐や努力が非常に大事です。なので僕はマラソンは努力のスポーツとも思っています。まあそう考えるとね、すごく夢や希望ありますよね。話は戻して、スピードだけを追い求めてもやっぱりね、持久力がなかなか強化されません。なのでマラソンを速くなりたい市民ランナーの皆様にこそ、設定タイムを上げずに本数を増やしていく、そしてレストは完全休息ではなくてジョギングでつないで練習をしっかり持続させていく、こういった観点もすごく大事です。例えばサブ 3.5 を目指す方の平均ラップというのは4分58秒ですよね。そしてこの方に必要なのは4分10秒で 1000×5 本をやるよりも4分30秒で 1000×8 本であったりとか、 400m を20本行ったり、そしてこのレストを全部ジョギングでつなぐ、こういった意識です。もちろんスピード大事ですよ。でも市民ランナーの方を見てみて、僕を含めてなんですけども、やっぱりね、圧倒的にスピードはあるけども持続させることができない、こういった方すごく多いです。ある程度スピードがついてきたなというランナーには、さらにそのスピードを伸ばすではなくて、そのスピードを持続させていく能力をつけましょうということです。質だけではなくて量もしっかりとインターバル走でこなそうということですね。もちろんね、量が増えると練習の強度も上がりますので、設定ペースというのはうまくコントロールするようにしないといけません。一番やってはいけないのが怪我ですから。では最後にですね、練習の例を一つ挙げていきましょう。 400m×10 本を完全休息で設定タイムクリアできたとします。ここで設定を上げたいところですが、これを 400m15 本にしてレストを完全休息からジョギングつなぎにします。こうすることで持続的な運動に変わって運動量も増えますよね。もう 1000×5 本も同様で、クリアできたら6本、7本、8本と増やしていく。まあ大体上限値はね、10本ぐらいじゃないかなと思います。その代わりレストをジョギングにしたり短くしたり、できるだけ持続的かつ量をこなせる練習にしてほしいなと思います。怪我の予防防止のために、最後出し切るのではなくて8割ぐらいで終わりましょう。追い込みすぎず、翌日も軽くジョギングができるぐらいの疲労度にしておきましょう。そうすると練習をうまく継続、そしてつなげることができます。追い込みすぎるトレーニングというのは、先ほどもお伝えした力みにつながります。さていかがでしょうか。ただ闇雲に行うトレーニングではなくて、このように意味を理解して行うトレーニングというのは、また効果も違ったものになります。ぜひね、今回の動画をきっかけに、インターバル走ではなくてジョギングやロング走、そしてペース走、テンポ走といったこういったところもしっかりと意味を考えて行うようにしましょう。そうするだけで皆様の走力は間違いなく上がっていきます。はい、いかがでしょうか。まあ本当に僕もね、去年こんな考えをしながら走っていたらですね、やっぱり走力伸びたなと思います。やっぱりね、考えながらトレーニングするってめちゃくちゃ大事ですよね。ある程度までは考えずにいけるんですよ。でも考えずにいけるフェーズが終わったら、やっぱりね、自分の頭で組み立ててメニューをしっかり考えておくのというのがやっぱり大事なんですね。まあこれはね、僕の尊敬する池上さんもそうやっておっしゃってましたし、先日の対談でも僕がね、考えてることで、ね、やっぱりね、あ、同じなんだと思ってすごく安心しました。まだね、池上さんの対談動画見てない方はね、こちらをご覧ください。めちゃくちゃ長いんですけれども、すごくいいことめちゃくちゃたくさん言ってますので、ぜひね、これご覧ください。ラジオ感覚で聞いていただければと思います。あと池上さんのチャンネルでもコラボ動画上がってますので、ぜひぜひこちらをご覧ください。これもね、長いですけども、まあね、本当にね、ラジオ感覚、時間がある時に聞いていただければなと思います。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント動画を作る励みになります。今日の動画も参考になったとかね、ぜひとも高評価ボタンよろしくお願いします。そして疑問質問ある方はコメント欄に放り込んでください。動画を作る参考にしていきます。高山マラソン RC 練習会に興味がある方は、ぜひともね、動画欄 LINE 公式アカウントからエントリーください。僕はね、練習の意味をしっかり考えていいメニューを提供しています。必ず効果を出せる練習メニューになっていますので、
ぜひとも皆さん待ってます。豪華ペーサー陣が皆さんを待ってます。勇気あるポッチを待ってます。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったけどまだチャンネル登録をしなかったから、これを機にポチッと了承します。 X やインスタグラムで高山マラソンシェア、フォローいただけ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。